と子と聖霊の皆によって、平和が皆さんと共に、これから主の晩餐の夢のミサが行われていきます。今年は残念ながら信者の皆さんの参加が制限されてしまいました。しかし、この映像を見ておられる皆さんと一緒に心を合わせて、このミサを捧げ、イエス様の愛を深く感じていきたいと思います。それでは皆さん、神聖な祭りを祝う前に、私たちの犯した罪を認め、許しを願いましょう。全能の神と、
イエス様の愛を感じ、また新型コロナウイルスの感染収束も同時に願いながら神に向かって祈りましょう。慈しみ深い父よ、あなたの一人子は死に向かわれる夜、食事を共にして新しい生贄へ愛の宴を教会においだねになりました。この晩餐の偉大な神秘に預かる私たちがキリストの愛を受け生きる喜びに満たされますように。聖霊の交わりの中であなたと共に代々木に行き支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって。お座りください。これから第一項目を読まれます。
さて、過ぎ越し祭の前のことである。イエスは、この世から父のもとへ移るご自分の時が聞いたことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオットのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから聞いて神のもとに顔を通していることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それから互いに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで浮きを始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私の知っていることは、今あなたには分かる前が、後で分かるようになると言われた。ペトロが私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスはもし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関係もないことになると答えられた。そこでシモン・ペトロが言った。主よ、足だけでなく、手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は、全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は良いのだが、みんな清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。そこでみんなが清いわけではないと言われたのである。さて、イエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を切って再び先について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり、死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にし
キリストに賛美。今日は特性木曜日でイエス様の最後の晩餐の記念の喜びさを今一緒に捧げております。一番初めのごミサでが最後の晩餐の時であり、その時はイエス様を中心としてお弟子さんが一つのテーブルを囲んでごミサをしました。その第1回目のごミサのことを少し想像してみてください。今日はイエス様のおられた場所に私たちの司教様がおられて、その司教様を囲んでこの登り町に今住んでいる司祭女祭たちが一つのテーブルを囲んで集まっています。そしてお祈りの途中に同じご聖体を私たちはみんなで分け合っていただきます。それによってみんなの心の中にイエス様が来てくださり、心が一つになってイエス様を中心にこれからも生活していくことができるようになるわけです。と、4世紀の終わり頃にはこの最後の晩餐の記念のごミサは夕方に、ですから今よりも少し早めに捧げられていたようです。そしてみんなで集まって最後の晩餐のことを思い出して祈り、それからみんなのそれぞれの家に帰って、そこのお父さんを中心にして家で楽しい食事をしていました。そういうことも少し思い出したいと思います。私たちは今年は特に、コロナウイルスの関係で一緒にここに集まることはできませんでした。ですけれども、場所は違いますけれども、それぞれのおられる場所で心はみんなで一つに合わさって一緒に祈っている今の時であると信じています。そしてイエス様は最後の晩餐の食事をなさって、もうお腹がいっぱいになったその時に突然に立ち上がられて、水とタオルを準備させてお弟子さんたちの足を洗い始められました。洗足式という形で今の教会には残っていますけれども、今日はそれは行いません。お弟子さんたちはそれを見て本当にびっくりしました。その行い自身を通してイエス様は足を洗うことは、汚い足を洗うことは
嫌なことです。ですけれども、みんながお互いに嫌なことを引き受けて、お互いみんなが使い合っていくことの大切さを、その行いによってイエス様は教えられたわけです。と今日はおそらくバチカンの方でフランシスコ教皇様は全世界の人たちのためにこの最後の晩餐の聖木曜日のミサを捧げておられると思います。でフランシスコ教皇様は教皇になられて何年目かの時にはローマの刑務所に出向いて行かれて、そこの場所でこの聖木曜日のミサを捧げられたことがありました。でその時には刑務所に入っている受刑者の中から12人ほど出てきて選びまして、その方たちの足を洗われた、そういう、出来事がありました。私たちに本当にどんな人に対しても使えることの大切さを、その時フランシスコ教皇様は私たちに教えてくださったわけです。と、コロナウイルスのために今日は本当に残念なことに、みんなが直接集まることができませんでした。で、しかし、ミサに参加できない方たち、ご家庭で、また YouTube を通してご覧になっている方々も、霊的な生体配慮という形で、今日ご聖体を心の中にいただいてもらっていただきたいと思います。私たち司祭がご聖体をいただく、その瞬間に皆さんも私たち皆さん一人一人の心の中に今イエス様が来てくださったという実感を感じながら、これから捧げる、そしてご聖体配慮の時に、そう思いながら心の中にイエス様を迎えていただけたらと思います。と今日はこのお店が終わりまして、また各地でとご家族の方、あるいは友達と集まって、食事をなさる方もおられると思います。でそれぞれの食事の場所にもイエス様がちゃんと席についてくださっている、一緒に喜んで食事を楽しんでくださっていることも食事の時に思い出していただけたらと思います。イエス様は私たちの生活の中でいつも一緒に歩いてくださっています。と少し前のある地方で の食堂の食事のテーブルの様子ですけれども、丸く囲んだ席の一つは誰も座らない席、しかしそこにも一人前の食べ物を置いてみんなで楽しく食事をした家庭があったようです。そしてその一人分の残されたもの、それはその地方におられた貧しい人に分け与えていったという、そういうこともありました。
でまた熱がある家庭では、まあ、同じような形ですけれども誰も座らない椅子のその前には小さな献金箱を置いてその日の一人分の食事をその箱に入れてそういう形での食事を特に四旬節の間にたびたび行いその集められたお金をより、まあ、貧しい人たちに分け与えていったというそういう出来事もありました。四旬節も最後にあたって今日は特に普通のごみさでは集められた献金を貧しい人に分け与えていくという日でもあります。そういうことも思い心に思われながら一緒に祈っていただけたらと思います。本当にコロナウイルスの被害に遭われた方はまた犠牲になられた方は大変な毎日を過ごしておられることだと思います。私たちは周りの多くの人たちとどんな時でも助け合い祈り合ってこの大変な時期を乗り越えていきたいと思います。神様はこの今の試練の時を通して私たちをより大きく成長させたいという思いでおられるという受け止め方をしそのように信じながら復活祭までの毎日を特に過ごしてまいりたいと思います。Today is Holy Thursday, where we celebrate the Last Supper Mass. And in the Gospel reading, we heard about the Last Supper of our Lord Jesus Christ with His apostles. Maybe those of you who are watching in your homes after this Mass, you will eat your dinner together with your family. During that time, I hope you remember the Last Supper of our Lord Jesus Christ, how He shared His last moments sharing food with His disciples, especially now many of our brothers and sisters are hard still looking for food because of poverty and also because of this short supply because of the coronavirus scare. After the homily, we usually have the washing of the feet ceremony, but as a precaution against this virus, we will not do it this year. But for me, the washing of the feet may be that any time the washing of the feet may be done anywhere, even at home, those of you who are
now at your own houses, in your office, or while on the train going back home at this moment. We should wash each other's feet, meaning we have to serve one another. We have to love one another. We have to bow down. We have to be humble enough to serve one another. The final command of Jesus to his apostles was love one another. To show this love, he got down on his feet and washed the apostles' feet one by one. When Jesus began to touch and wash the feet of the apostles, they were, of course, shocked. They were embarrassed, especially Peter. He said, "Lord, please don't wash my feet." Because they were not fishermen, they were farmers, so their feet are dirty. Even today, we are embarrassed when other people touch our feet. Because they are dirty, because they are smelly. But Jesus do not care if your feet is dirty, if your feet is smelly. He loves all of us equally. My brothers and sisters, we might not have the washing of the feet this year, but I invite everyone to look at their feet, meaning recall the times you have stepped on other people, recall the time, remember the times you hurt other people. This Holy Week is a time for us to give forgiveness, to receive also forgiveness. Let us remember the people we failed to help. Let us remember the people we failed to reach out. And let us think of ways how we can help them, how we can reach out to them this Holy Week, like Jesus, who is prepared to step down, to bow down, to serve his apostles. Let us also lower our pride and serve one another. Jesus said, "Do this in memory of me." Love one another as I have loved you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you.
足を洗い、私たちにご飯を残してくださいました。主に習ってできることができるよう祈りましょう。すべてのキリスト者が主から命じられた民人愛の掟を実践し、人々に信仰を表すことができますように。Oh.
ストの死と復活の記念を行うとき、救いの力が私たちのうちに働きます。この神秘にいつもふさわしい心で預かることができますように、私たちの主イエス・キリストによって。主は皆さんと共に、私と共に、心を込めて神を仰ぎ、神の御感謝を伝えよう。聖なる父よ、主の晩餐を祝う私たちは、あなたの限りない慈しみをたたえ、感謝の祈りを捧げます。永遠の祭司キリストは、ご自分を救いの生贄としてあなたに捧げ、唯一永遠の奉献を全うされました。キリストの言葉に従って私たちはその記念を行い、命のパンと救いの杯を受けて、主が来られるまでその死を告げ知らせます。神の御心を学べ、権能を敬うすべての天使とともに、私たちもあなたの栄光を終わりなくお目にかかります。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。今これを受けて飲みなさい。
Thank you.
罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。主イエス・キリスト、あなたは使徒に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を変えるに、お言葉の通り教会に平和と一致をお与えください。主の平和がいつも皆さんと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。
感謝を込めて祈りましょう。全能の神よ、一人子の聖なる食卓で力づけられた私たちを永遠の宴で喜ばせてください。私たちの主イエス・キリストによって。新型コロナウイルス感染症に苦しむ世界のための祈りをご一緒に唱えましょう。新型コロナウイルス感染症に苦しむ世界のための祈り。慈しみ深い神よ、新型コロナウイルスの感染拡大によって今you、oh。
の主のうちなる祭儀も今日と同じく午後7時から行われます。